こんにちは。今回はクッカーの紹介です。ウルトラライト UL というものを意識して買い替えた非常に軽量なクッカーの紹介と、私が今まで使っていた他のクッカーとの重量や熱伝導率の違いを動画で比較していきます。はい、それでは早速開封していきます。今回購入したのはエバニューのチタンマグポット500というクッカーです。この商品はとても人気で有名なクッカーなので、ご存知の方も多いと思いますし、持っている方も多いと思いますが、改めてスペックをご紹介します。素材はチタニウム、サイズは径が 98mm、 深さが 88mm、 そして質量は 75g という軽さです。蓋を開けてみると、中にはスタッフバッグが入っていました。こちらはタイベック製のスタッフバッグです。軽くて強度もあって水にも強いタイベック製なので、これは嬉しいおまけですね。あとこのデザインもクールでかっこいいです。白地にエバニューマウンテンチタニウムクックウェアメイドインジャパン。スタッフバッグに本体を入れてみます。本体に対してだいぶスタッフバッグが大きいですね。かなり余裕があります。これならね、何か他に物を入れることもできそうです。それでは本体を見ていきます。まずメモリがありますね。数字が反転してしまっていますが、これは本体の内側から見るとちゃんとした数字に見えます。そしてハンドルですね。持ち手の部分です。こちらぐらつくことなくしっかりと固定されます。こんな感じで荒っぽく振ってもハンドルがぐらつくことはありませんでした。使い終わったらまた折りたたみます。この折りたたんだ状態でもぐらついたりブラブラすることはありませんでした。そして本体の最大の特徴は、この注ぎ口がついていることです。こちらがついていることによって、お湯や水がまっすぐ漏れることなく落ちてくれます。私のスタイルとしては、お湯を沸かしてアルファ米を食べたりコーヒーを飲んだりするということだけで、調理をするつもりはないので、この注ぎ口があることによってお湯をこぼさずきれいに注げるというのは最大のメリットです。それから底の形状にも特徴があります。単なるフラットではなく凹凸があります。これはエヴァニューで別売されているストーブがこの形状にぴったりはまるということで、あえてこの形にしているようです。続いては蓋です。私はこのちゃんとした蓋があるからこの商品に決めたという購入の決め手の一つになっています。このきっちりはまってゆるゆるじゃない蓋がいいんですよね。軽量化ということだけを考えると、同じエヴァニューの 400FD というカップが非常に評価が高いんですが、それだと蓋がついていないので迷ったんですが、やはりちゃんとした蓋がついているチタンマグポット500を選びました。蓋の機能面もそうなんですが、このデザインですよね。この美しいデザイン、もう見てるだけでうっとりします。それから蓋のつまみの部分ですね。こちら倒すことができるんですが、片方は最後までしっかりと倒れます。ですが反対側は最後まで倒れず途中で止まるというギミックになっています。ちょっとね、これがどういう理由でこうしてるのか、本当の理由は分かりませんが、あえてこうしてるみたいです。理由は分かりませんが、この辺の芸の細かさはさすがメイドインジャパンといった感じです。あえて強く振って蓋が落ちてこないか検証してみます。はい、全く落ちてきませんし、ずれるような感じもありませんでした。すごいです。それでは実際にお湯が入った状態で蓋をしたまま水筒にお湯を注いでみます。傾けても蓋がずれ落ちてくることはありませんでした。そもそも蓋をつけたままお湯を注げるというのもびっくりです。最後、このカタカタという音は水筒とぶつかっている音で、蓋が緩んでいる音ではありません。注ぎ口のおかげでお湯も漏れることなく完璧です。はい、それではここからは実際に重さを計量して実測値を調べてみたいと思います。先ほどスペックのところでご紹介した基準値は 75g でしたが、どうなるでしょうか。おお、 75g ぴったりですね。実測値でも 75g でした。それでは今度は蓋を外してみます。蓋を外した重さは 57g です。蓋を戻すと 75g です。ですので蓋の重さは 18g ということになります。それでは今度はスタッフバッグの重さを測ってみます。このタイベック製のスタッフバッグの重さは、ちょっと見えづらいですが 7g です。というわけでチタンマグポット500をスタッフバッグに入れた時の全ての重さは 75g 足す 7g で 82g ということになります。はい、それではここからは私がこれまで使っていたクッカーと今回紹介したチタンマグポット500の重量や熱伝導率の違いを検証していきたいと思います。私が今まで使ってきたクッカーは画面の右から2つですね。どちらもアルミ製のクッカーなんですが、まず一つ目はね、これですね。折りたたみのハンドルを出すと、こんな感じで少し小さめの鍋のような感じのクッカーです。インスタントラーメンがちょうど一袋入るぐらいの大きさですね。そして二つ目がこちらですね。こちらは先ほどのよりも一回り小さいサイズで、持ち手はついていますが、蓋はついていません。この持ち手、ハンドルが分厚くてしっかりとした加工がされていますので、これが重さにどう影響してくるかですね。それでは実測値で比較していきたいと思います。まずはこちらから乗せます。見づらくて申し訳ないんですが、157g です。そして2つ目です。こちらですね。蓋がないタイプですね。乗せます。こちらも見づらいですが、130g です。というわけで、そもそも大きさの違いはあるんですが、それは置いておいて、質量、重さの違いだけを比較すると、チタンマグポット500が 75g でしたので、2つのクッカーとの差はこうなります。はい、それでは続いては、熱伝導率の違いを比較してみたいと思います。比較方法は、この 500ml の水を同じ火力で湯沸かししたときに、どれくらいの時間の差が出るかということで、熱伝導率の優劣を見ていきたいと思います。はい、火器はガスバーナーで強火で統一します。1つ目のクッカーに 500ml の水を入れます。蓋をして沸騰までの時間を計ります。しばらく待って、湯気が出てきました。5分ですね。1つ目のアルミクッカーは5分で沸騰しました。続いて2つ目のアルミクッカーにも同じように 500ml の水を入れます。火力も同じにしたまましばらく待ちます。はい、沸騰してきました。4分20秒ぐらいですかね。1つ目より少し早いです。それでは最後、チタンマグポット500にも同じように 500ml の水を入れて、同じ火力で温めます。さあどうなるでしょうか。しばらく待ちます。はい、6分を経過したところで、だいぶボコボコと沸騰したような感じになってきました。というわけで、熱伝導率の比較はこういった結果になりました。若干ですが、アルミの方に軍配が上がりました。最後におまけです。各クッカーのお湯の注ぎ具合を見ます。まずはチタンマグポット500です。きれいに注げます。キレもいいです。今度は蓋をしてもう一度やってみます。やはり注ぎ口があるので、蓋をしててもきれいにお湯が出ます。ドリップコーヒーを楽しむときには最高のお湯の出方になるんじゃないでしょうか。そしてどれだけ傾けても蓋は落ちません。最高です。そしてアルミクッカーです。注ぎ口がないので大雑把にザーッと出ますね。これはもうやむを得ないです。もう一つのアルミクッカーも同じですね。はい、いかがでしたでしょうか。チタンマグポット500は装備の軽量化、UL 化をしたい方、お湯を入れるだけでできるアルファ米を食べたり、コーヒーを飲めればいいという方に向いているクッカーです。逆に料理をしたり、炊飯をしたいという方には向いていないと思います。私は今のところ前者のお湯さえあればなんとかなるというスタイルですので、チタンマグポット500をこれからガンガン使い込んでいきたいと思います。皆さんからもおすすめのクッカーがあったらぜひ教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。